この時間は IPO インタビューのコーナーです。本日、東証グロース市場に新規上場した証券コード 202A 株式会社マネゾンデジタルホールディングス代表取締役社長中原哲也さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます初値が1,348円、この時間1,430円で推移しています。まずは今日を迎えられましていかがでしょうか。どうもありがとうございます。 本日はまず多くの方々にですねご支援のおかげで上場の終了を無事に迎えることができました。大変感謝しております。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。 あと、今ご紹介ありました株価が少し高く推移していることにつきましては、私たちのビジネスモデル、成長モデルへの投資家の皆様からの期待の表れと認識しております。まあ、ただ、短期的な株価に一喜一憂することなくです、ね、私のもとしましては、中長期的に成長できるモデル、そこをしっかり追求していきたいと思っております。 ああのま今回の上場を機に弊社役員社員結束をしまして革新と品質を追求しましてですねさらなり上なる極みを目指していきたいそう考えております引き続き今後ともご支援賜りますようよろしくお願いしますはいそれではこちらでミッションビジョンこの辺りからご紹介いただけますでしょうかはいありがとうございますまずあの豆蔵という少し珍しい アアカデミのののような、えー、インパクトの強いいいいいについて少ししお話をしたいと思います、はいまあ、1999年、えー、創業しまして、えー、Java 言語を用いた、えー、JavaBeans、えー、というです、ねえー、部品化されたプログラムそれを再利用していくことで、えー、ソフトウェアの生産性を上げていくという考え方が、まあ、いわゆるソフトウェア工学というアカデミアの世界の中にあります。 われわれは、えっと、そういったアカデミーの世界をです、ね、こう実際の実践的な現場に提供していこうとそういった思想を持ったプロフェッショナル集団でありたいその蔵元でありたいということでジャバビーンズのビーンズの豆その蔵元でありたいという蔵<ー>豆蔵そこから豆像というユニークな社名になっております。 あの現在広く普及しております Java 言語とかですね Python 言語そういったものはすべてオブジェクト思考から派生されておりますあの80年代からですね細々として、えーまああのまあ、進んできた技術でありますが今のように普及してきたというのは豆蔵の創業メンバーの功績だったというふうに考えております。 あのこのようにですね従来のスイトと異なり非常にアカデミーの発想を持ったユニークな会社であります。こういった会社でありこの資料にありますお客様がデジタル化を進めていく上ででそうしたファースト、そこをお客様がまあしっかりチャレンジされております、そこをしっかり牽引できるような会社を目指しております、はい、デジタル化の支援ということなんですけれどもこちら、ビジネスモデルについて教えていただけますか。はい、ありがとうございます あのまあ従来の IT 市場と異なり、先進的な IT 市場に関しましては、明確な市場での競争優位性が必要になるというふうに考えています。ます。創業以来、当社は単なる開発ベンダーでもなく、受注者側のコンサルティング会社でもなく、アカデミアな発想を持ち、リアルな実践でそれを適用していく、ビジネスにも深く精通したテクノロジーカンパニー、そこを目指しております。 今回ですねその独自のビジネスモデル豆蔵ウ,ウェイというものを確立してしっかりそれを成長を図っていきたいと考えておりますこの豆蔵ウ,ウェイにつきましてはまずそのアカデミーの世界と実際の長年のプロジェクトのナレッジノウハウそこが蓄積されたものがこの技術ナレッジとしてベースとありますその周辺にですね我々はデジタルビジネスを進めていく上でお客の経装とのリレーションが非常に大事になります、まあ、そういうい意味で営業メソッドあと当社 IT 業界自動車業界金融業界で一定の評価をいただけておりますそこの技術ブランドあとはこの技術ブランドがあるからこそ多種多様な優秀な高度な人材を引き寄せることができてます。まあそういった技術ナレッジをベースにマメゾウェイこれが私どもの独自のビジネスモデルでありますはい。そのマメゾウェイについてですけれどもさらに教えていただけますか、はい 豆造園につきままししして少し深掘りをいたします私どもが考えるデジタル化の時代事業を成功していくために2つの大きな要素があると考えておりますまず1つ目が上流工程いわゆる企画構想とか設計段階から革新的なアイダーをしっかり実現させていくことが大事でありそれを技術サービスに落とし込むそれが大事だと思っていますまず2点目がですねあとお客様自身が投資事業に関しまして え自社のリソースで取り組む、えー、内製化というところが非常に鍵になりますやはりアジリティ向上を高めるためにはここの壁を乗り越えなければいけない、えー、この2つの課題をです、ね、マメゾウェイで実現しております豆増えの中にあります AI ソフトエンジニアリングロボットテクノロジーこういった技術を使うことで市場での優位性を確立すべくお客様に貢献をできております。はい はい、それでは続きましてこう具体的なソリューションサービスについてご紹介いただけますでしょうか、はい、ありがとうございます、えー、まあ、日本の、えー、今の、えー、産業の状況としましてはやはり欧米と比べ、えー、このクラウドを含めデジタル化が遅れております、えー、私どもとしてはそのまずそのデジタルからの準備を一生懸命進めておりますまずそこに対応したサービスとして、えー、一番目のセグメントクラウドコンサルティング ここで機関系システムのクラウド化あとは内製化促進していく人材育成そういったところをこの1番目で対応しておりますそこのデジタル化の準備の壁を乗り越えた暁にはデジタルビジネスをこの2・3・4この3つのソリューションで私どもは提供しております2番目のエコンサルティングに関しましては 先端的な AI の技術、あとは生成 AI ですね、昨今、非常ににわっております、そういった技術を活用して、当社としまして、約40名のドクター博士課程卒の優秀な人材がおりりますそここでししっかりこの、AI、コンサルを提供しております。 あとは日本の製造業におかれましては、やはりこの AR ロボティクス技術を使って新規事業を取り組むというケースが多くなっております。私どもはこの AR ロボティクスという事業を、実は産業ロボット開発を経験がありますので、その取り組みをしております。最後にモビリティオートメーション。ここは輸送産業、特に自動車産業における電動領域、先進運転支援化における車載ソフトウェア化。 あとソフトウェアディファインドビークル、あと車載デバイスのケース化、そういったところのコンサルテーションを行っているのが、私どものグループでありますこれはお客さんのステージですとかニーズによっていろいろ提供できるということなんでしょうかねね、はい、そうです、ね、まずはそのデジタル準備、その後のデジタルビジネス、そこにつなげていくラインナップをしっかりカバーしているというのが特徴であります、はいえー、それではこちらで事例について少しご紹介いただけますか。はいいありがとうございます えまずですね、製造業とそれ以外、金融業界含めた他の業界というふうに分けてお話しします。まず左側がえっと金融業界、損保ジャパン様。今、機関系システムの刷新というのが非常に動いております。そこのアーキテクチャを取り組んでおります。あとは大手の通信会社様。ここは内製化推進を AWS を使って取り組んでおります。あと自動車業界、右ですね、車載医師の開発を電装テクトン様と取り組んでおります。 あとは、私ども海外のお客様から引き合いいただき産業ロボットを構築、経験しております、そういったノウハウが持っておりますはい、えー、では続きまして、成長戦略について教えていただけますでしょうかはい私ども成長戦略としましては、量的成長というところで人材を採用してサービスを提供していく、これから量的成長であります。あとは、案件の付加価値をそこを高めることによる収益性を上げていく世界、これを質的成長と考えております。 あとサービスミックス営業改革、ここは豆蔵がシナジーを与え、他の事業会社と連携しながら、MBO の後構造改革をしております、これをしっかり今後の中継につきましても、しっかり寄与させていきたいと思っております、はい、中継という話ありましたけれども、はい、業績の動向について教えていただけますか、はい、私ども、定量的なターゲットとしまして、まず既存事業の延長強化で、今回の定量的な数字を表現しております。売上高に関しましまては 昨年度、96億円程度に関して、今後3年間、年平均成長10から12%、連結営業利益に関しましては、18億円でしたが、年平均これから15から17%程度、あと営業利益率に関しましては18%以上、しっかり高めていきたいと考えております27年3月期に向けて、売上高利益ともに拡大していく、はい、計画ということですはいそうでございます。はい それではこう改めまして強みを一つご紹介いただけますでしょうか。はい、私どもの当社のと技術者はですね、アカデミッの思想と先天的な技術を駆使して市場でまあ競争優勢を確立できております。私どものと会社が成長していく大きなポイントはやはりその技術者が切磋琢磨でき、あとは成長を実感できる。 その少し目標の高い案件、プロジェクトを提供していくことによる成長を実感できることが大事だと思います、まあ、それが会社の成長につながるというふうに考え、それによって高度な、より人材を引き寄せることができております、これが私どもの競争力であります、はいえー、そして、事業環境ということについてお伺いしたいんですけれども、えー、生成 AI がこうビジネスチャンスになっているということのようですね。はい そうですね、あの生成に関しまして当社いろいろ ERP ロボット、えー、いろいろモビリティオートメーションいろいろ取り組みをしております、えーまあ、すでに、えー、昨年度から本格的に事業を始め私どものポイントとしてお客様を巻き込むという形で進めております、まあ、すでにグループで6つの生成 AI のプロジェクトが推移しております、まあ、今後ヒューマイドロボットに生産を掛け合わせた夢のある世界を考えております あの投資家の皆さんも関心高いかと思うんですけれどもこれはかなり追い風になっているということなんでしょうかはいそうでございます私どもとしたは生産性を上げるだけではなく、えー、上流工程含めサービスを作りそれをしっかり収益につなげていくことを考えておりますはいわ、えー、かりました、えー、それでは、えー、最後に投資家の皆さんに向けて、えー、メッセージ、えーはい、いただきたいと思いますはい承知しましたあのこれまでえとご説明しましたようにですね当社の業績は お客様 DX の需要投資が非常に旺盛であり継続性の高いビジネスで成り立っていますまあ、そういう意味で非常にビジビリが高いと考えていますまたフリーキャッシュフローコーバージョンも非常に高いビジネスモデルを形成しておりますので今後ですねそれ相応の資本蓄積 現預金が蓄積されると考えています私の方針としましては株主重当基本答申としましてです、ね、しっかり還元していきたいと思っております今年度連結政党廃校につきましての70%程度を考えており中小期的にも50から70%をしっかり減廃することなくしっかり維持強化していきたいと思っております最後にぜひお伝えしたいこととしましてはこの上場のタイミングで 我々は強固な事業基盤顧客基盤を構築することができていますまあ、ですから今回中継という形を開示をさせていただきましたそしてこの上場のタイミングで高い ROE 意識を私どもも持っております、えー、つまり利益を伸ばすだけではなく配当額を伸ばしていくその両輪をしっかり実現できるような会社をしっかり目指していきたいと考えております今後ともご支援賜りますようよろしくお願いしますはい この時間は本日グロース市場に新規上場マメゾーデジタルホールディングスの中原哲也社長にお伺いしました今日はありがとうございましたありがとうございました